モント・フォード・メリル・アービンはアメリカ合衆国アラバマ州出身のプロ野球選手。右トを右打ち。アービンはニュージャージー州の高校で4種目のスポーツをこなし、やり投げでニュージャージーの州記録を作ったこともある。高校卒業後ペンシルベニア州のリンカーン大学に通っていたが、同じ年にニグロリーグのニューアーク・イーグルスに遊撃手として入団する。入団当時は ジミー・ネルソンという偽名を使ってプレーし、大学にも通い続けていたという。イーグルスでは、当時の監督だったウィリー・ウェルズの指導のもとで、遊撃手としての技術を磨き、1940年と1941年に、ニグロリーグ東西、オールスター戦にも出場するほどに成長する。また攻撃面でも非凡なところを見せており、1940年と1941年の、 ニグロリーグでの打率はそれぞれ422と396を記録した。1941年、アービンはイーグルスと月165ドルの契約をしていたが、さらに25ドルの昇給を求めたのをオーナーのエイファ・マンリーが断ったのをきっかけに、この年のオフにメキシコリーグに参加、68試合で30本塁が打率。 398で打点も合わせてリーグの三冠王となり最優秀選手として表彰されている。1943年からは約3年間第二次世界大戦に出兵し陸軍に従軍、復帰後の1945年冬にプエルトリコのウィンターリーグに参加し同年の最優秀選手となっている。ニグロリーグに復帰した百四十六年には打率四百一で 自身二度目の首位打者を獲得、この年のカンザスシティモナークスとのニグロワールドシリーズを制覇する原動力となった。ニグロリーグのオールスターゲームには1948年までで経営5回出場している。前後するが、アービンは1945年に当時ブルックリン、ドジャーズの経営者だったブランチリッキーから入団契約の誘いを受けたことがあったが、 自分はまだそのレベルにないとしてその誘いを一度断っている。しかし、カラーラインが破られた1948年のシーズンオフにキューバでのウィンターリーグに参加した後、ニューヨークジャイアンツが5000ドルの契約金を支払い、アービンはメジャーリーグ入りを果たすことになる。アービンのジャイアンツ在籍時の背番号20、サンフランシスコジャイアンツの永久欠番に2010年指定。 A 級結番表彰式でのアービン・アービンは1949年7月8日にメジャーリーグにデビューする。メジャーリーグ3年目の1951年に151試合に出場し打率312、121打点でこの年のナショナルリーグ打点王を獲得、ジャイアンツのリーグ制覇に貢献し、また自身も最優秀選手の投票でリーグ3位となった。 ワールドシリーズではヤンキースに2勝4敗と敗れたもののアービンは6試合で24打数11アンダの活躍をした。翌1952年にはメジャーリーグのオールスターゲームにも出場を果たしている。ジャイアンツには7年在籍し、1956年にシカゴカブスでプレーしたのを最後に現役を引退した。引退後、1967年から2年間、 ニューヨークメッツのスカウトとして働き、その後1984年までメジャーリーグのコミッショナー事務局に勤め障害を担当していた。1973年にニグロリーグ特別委員会によりアメリカ野球殿堂入りし、イゴベテランズ委員会の委員としてアフリカ系アメリカ人野球選手の認知活動を続けている。2010年5月26日、フルスジャイアンツは アービンの在籍時の背番号25チーム11番目の永久欠番に指定した2016年1月11日死去96歳ボーツ内野守備外野守備メジャーリーグありがとうございます